お願いいたします。トントンさん、グリフィンね、グリフィンドールね、100日後さんが頑張って勝ちますと、はい、許しませんと。優勢提督もね、許さない、今日も提督はお怒りですよ皆さん。さあお願いしますよトントンさん。これは巨人純正、トントンさん、巨人純正かな。一番マルル、全出しのマルルの脅威のスラッガーのね、脅威すぎるやろ。ここの2種の落ちる球、変な時に落ちるんだよな。落ちてほしい時に落ちない。そんなに飛ぶ、それ、そんな先っぽでそんな飛ぶ。よしよしよし、速球を張ってたよな今日はね。ジュニア、うわー、フォーク狙われてたかな。ナイスバッティング。これまずい方かもしんないぞ、高木さん、これね、これはね、えぐい方に当たってるかもしんない俺。ここはジュニア頑張らなきゃね。抜けるんかい、そこノーアウトやぞ。まだベスピが出ない、入らないよね、そこがね、入らないよね。ナイスボール。パワーカーブが、うわー、そこもうまいなー。ちょっとピッチャー変えよう。ツーシームがないね。やっぱね、ピッチャーはね、厳しい。ここから、わかりました。俺も巨人軍にですね、バルドナードを当てていく。バルちゃん。もうね、純正のスピリッツ、えぐい。4-8? ナイスボール。白井さん、もういつも言うよ、白井さん、俺は何度だって言う。ナイス、よく頑張りました。ソーティー、よく頑張ったよ。ここで若大将来るね。ベスピが出ないか、甘いかだよね。危ない。ベースピが出なきゃね、厳しいよな。ナイス戦。うわー、何してんねん今の。ノイジー、何してんねん今の。ただ飛んだだけやろ。ここもね、そこも取ってくれない。もうね、俺はね、きっとコナミに嫌われてるんだ。きっとね、スピ5000超える時代来たっすよ、ほんまに。赤髪のジンクスさん、岡本のセール持ってたと。そうなんすよ。テテさんね、ナイスバッティング。うまいなぁ。ツーアウトまで来てるんだ。頑張ろう。レオンはね、どんなに打たれても諦めない男。そこ抜けるのね。まずいぞ、コールド来るぞ、これ。諦めない。ここ、だから外野がね、すぐ前進。もうこれ前進しない設定でできないんですかね。勝手に前進するのを、設定で変えれないのかな。何をもって前進するんだろう、この人たちは。もう今のも、はい、もう、あの、スタミナがないんか。よしよし、ラッキーラッキー。これを打ち損してくれた。お願いしますよ。
これ、あの守備を前進しない設定にできないんですかね。そういう設定はない、そういう設定はなしか。パウエルゴリゴリに下げられるもんな。もうね、純正やっぱすごいよね。パウエルナイス、うそん、レン、ユーセイテイトクが怒ってる、超怒ってると。テイトクを怒らしたら大したもんですよ。テイトクいつも怒ってる。よし、ソーティー、ソーティー、あー惜しい惜しい、もうちょっと、もうちょっとだったよ。スピリッツやばすぎるし、5000超えてるやん。グリフィン5035、抜け、あ、抜けないか。さあバース、えぐいって、5035。うわ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、振っちゃった、申し訳ないです、申し訳ない。トイプーさんね、5000って超えれるんすよ、純正は。まっすらえぐいな。レオンのグリフィンそんなに曲がる？まっすら。ここはカットボールか今の。うん、頑張れ、頑張れ。コールド。トントンさん、トントンさん、えぐいて。ちょっとね皆さん、巨人純正やられてる方特に、ぜひね、トントンさんとも交流いただきたい。